success! いかに鬼神をも切るおぼろ流の使い手とはいえ、生身で修羅界へ姫を追おうなど無謀でございます。と言って思いとどまるキスケ様ではございませんね。無事のお戻りを祈っております。 Thank you.
いくらでも腹に入る。こりゃいける。食った食った。今日は行さん走ったで、もうヘトヘトや。お伊勢さんまで。
中に鬼神を解いて。 Hey!
人のうちにはわらじを脱いで上がらんか。まったく最近の若いもんは礼儀を知らん困ったやつらじゃ。どうせ腹が減ってるんじゃろ。行くんなら芋持ってけ。心配などいらんわい。年寄りの言うことは聞くもんじゃ。この家のじいさんには追い出されたが、捨てる神あれば拾う神あり。こんな寂れたところでお客さんに会えるとは。知っとるか、この先の川中島ってところはな、乱世の頃武田と上杉が激しい戦をした場所なんじゃ。浮かばれ武者の霊は修羅界で未だに戦い続けておるそうじゃ。気をつけんと戦場に引き込まれるぞ。らっしゃ、人に化けてこい。に入る。こりゃいける。ごちそうさん。
Yeah.
島の合戦さながら敵軍は車がかりの陣形でこの八幡原へ攻め込み、我らも核翼の陣にて迎え撃つも状況は劣勢。加賀美ゆかりの死がこの類大の兜のもと長谷三陣と冥府の背を越え向かっておるが、合流まではとても持たぬ。さりとて退路は修羅の道、撃って出るには多勢に無勢。この窮地をいかに切り抜ければいいのか。敵方軍勢およそ1500、対する我が方は虎姫様のもとに集まった300余りの兵に過ぎ、戦の勝敗は数も多少ではない。将兵が一丸となり勇気を振るって戦えば必ずや活路は開けようぞ。申し上げます、大将先頭に修羅勢がこの陣を目指す一気に攻め寄せてございます。あまりに殺気が渦巻いて波のものならおかしくなろう。御法の院とやらがいるのも修羅界では無理もねえ。キスケ、どうして来たのじゃ。誤ったことをしたな。俺が刀を取られたせいで姫さんが命を張ってるってのに、男が手をこまねいて見てるわけにゃいかねえ。何者だ、ここは人間が来られる場所ではないぞ。そもそもここの空気を吸い正気でいられるわけなどない。厚めの風呂にのぼせる程度には聞いちゃいるが、我慢してられるのは妖気を操るおぼろ流のおかげだろうな。そう殺気だって熱くなりねえな。姫が戦に飲まれてこの戦場の虜になりゃ、それこそ向こうの思う壺だぜ。役が足りなきゃ幕も上がるめえ。修羅どもが川中島の合戦に習うならこっちも相場がわかるってもんだ。見せ場といえば大将同士の一騎打ち。切り込んでくるぜ。姫さんになり代わり見せ場の大役、俺が一番引き受けた。遠くは声を耳に聞け、近くは寄って目にも見よ。我こそは修羅の大将Chigurui Bishamon なるぞ。いざ尋常に勝負。見立ち切りつけ七傷を負わせしめるビシャモンが立ち、時とその身で味わうがよい。Thank you.
な。我ら修羅の怒りと苦しみ知ったるか。今こそ汝に人たち恨み、巡る死悪道への手向けとなさん。あの野郎、俺に最後っぺかましやがって。背中の傷じゃ逃げて蹴られたようでみっともねえや。こうしてると鳴神のあの夜みてえだな。どうだ、狂言なんかじゃねえだろ。いろいろあったんだ。もう何も言わんでよい。恨んでなどおらぬ。見てみな、敵さん大将首取られてほうけてやがるぜ。今の間にとっとと駆け抜けちまいな。キスケ、キスケ、しっかりいたせ。血が止まらぬ。誰ぞ助けられる者はおらぬか。誰ぞ。これはどういうこった。トラ姫はどうなったんだ。その元気なら明神様の薬が効いたようです。本当に本腹なさってようございました。あのお姫様でしたら大層心配しておられたのですが、あなた様のことをくれぐれもと頼まれていかれました。すまねえ、ゆずるは。ゆっくり礼をしてえところだが、それを聞いちゃすぐにも行かなきゃならねえや。ここはどこだ。お命が危うかったため、ひとまずこちらにお連れしました。狐のお宿といって、人間を化かす時などに使う館です。ぼた餅など見つけても決して手を出されませぬよう。お聞きください。古来より犬と狐は仲が悪うございました。室町の頃、